さん、こんにちは。ワンダリングルフジです。今回は対抗列車伝5の続きですね。こちらの方をプレイしていきたいと思います。前回までにですね、どこまで進めていたかというと、こちら越前ですね、金ヶ崎、一乗谷、そしてこの北ノ庄、この辺りをですね、攻めて朝倉をね、滅ぼしたというのを前回までにお届けをさせていただきました。で、今回はね、その続きになります。で、現在の情勢を見ておくとですね、実はいくつか城を攻めてまして、三好家の芥川城とかね、この辺りを少し攻めました。で、今回はその続きになるんですけども、ちょっとね、簡単に情勢だけ見ておくと、そうですね。出兵画面で見た方がいいかな。じゃあちょっと一旦出兵画面に入りますね。で、自宅に行って、表情の間。で、主命伝達で出陣させる武将でいうと、半兵衛、秀長、清正、官兵衛。あと、正勝を出兵させるので、中川清秀。この辺りはですね、今言った、三好家を攻めるときにね、配下に加えた武将たちです。なので少し武将の数が増えてます。で、今の最新の情勢を見ておくと、まず、徳川がですね、だいぶ頑張ってくれて、実は武田がすでに滅んでます。で、北陸方面で言うと、本願寺が、頑張ってるっていう感じですかね。で、あとは、旗野家が、丹波にいて、三好家が、河内、泉、この辺りにまだいるというところ。あと、浦上家がいて、赤松家も播磨に健在という状況ですので、ちょっと実は織田が出遅れてる感じがあります。なので、こっからね、巻き返すためにガシガシ攻めていきたいなと思ってますので、今回は有岡城を攻めていきましょう。有岡城は、ご存知の方もいるかもしれないですが、ど忘れちゃったな。荒木村重の居城だったところですね。最後は、信長に反旗を翻して、討伐され、身一つで逃げて、こうね、妻とか子供とか妻子を置き去りにして身一つで逃げたという、その荒木村重の居城だったこの有岡城を攻略していきましょう。で、信長の軍団に援軍を来ましょう。やっぱりね、援軍が来てくれないと勝ち目がないかなというところもありますので、安土城の信長様ですね、援軍承知ということなので、このまま攻めていきましょう。で、軍団長秀吉で、半兵衛、秀長、官兵衛、正勝。盤石の布陣ですね。で、これを見る限り、おそらく援軍が来ない限りは決着がつきそうな感じもしますんで、このまま軍議を終了、簡易戦闘でいきましょう。どれくらい援軍が来るかですね。おう、有岡城に荒木村重が入ってるんだな。二の丸も落としましたね。このまま順調にいけば和議の使者が到着か。ここは和議を受けましょう。代案としては、城外退去、降伏でいいかな、これだったら。このままじゃあ、受諾して、有岡城を受けましょう。いい感じですね。で、本拠に帰還していきましょう。で、こうなると、さらに出兵を繰り返したくなりますよね。
ここは徴兵をして、461人か。全然集まらなかったな。長浜城に被害が出てるわけだな。そしたら、一旦氷上の間に入りましょう。で、襲名を終えた人が何人かいるので、ここでもう一度氷上を開いてですね、あ、荒木村重が武将格で召し抱えになってるな。軍資金調達をさせましょう。で、あとは治安がちょっと落ちてるようなんで治安を向上。三成らには軍馬を購入させましょう。鉄砲も欲しいしね。で、清秀には大筒購入。残りのメンバーは修行でもしてもらいましょう。そしたら体力回復のためにちょっと寝てですね、大氷上をちょっと安土城で出るようにしましょうか。で、年が明けたら再び出兵していきましょう。では早速安土に行って大氷上に出てきます。もしお武家様、浮田様の噂をご存知でございますか。これは大名の裏紙を乗っ取られたということですね。これは直家の話だな。あ、そうですね。重臣の浮田直家という方が主の裏紙を追い出して自ら大名になったということですね。では城に入っていきましょう。おー、去年はね、秀吉が24万石も奪い取ったんですね。お、自分の大助の職に推挙してもらいましたね。まあ、信長自身はその官位とか官職とかそういったものにはほとんど興味がなかったらしいんですが、政治的な利用価値をね、見出した時にはもちろんもらったり受けたりしたんでしょうけど、それ以外ではほとんど興味を示さなかったという話もあるようですが、秀吉は逆にね、そういうの大好きそうですからね、ここは推挙してもらえるものなら推挙してもらいましょう。でだ、合戦に出ましょう。合戦に。で、どこを攻めるかですよね。岸和田城でも攻めますか。で、援軍はなんといってもやっぱ信長様ですよ。だ、信長が援軍出せないと言ってきたか。援軍出してほしいけどな。そうすると援軍要請を自分でどっからかしなきゃいけないな。もう一度信長に援軍要請を出しましょう。これで来てこれくれなければ、お、来てくれるね。ではこれで軍議終了。簡易戦闘で城落としにかかりましょう。援軍が来てくれれば、おお、信長自ら参陣してくれたのか。和議の使者が到着ですね。停戦。いやー、これは拒否だろう。話にならん。三好家の軍団が岸和田に迫っている。まあ、これは迎え撃ちましょうね。よし、ここはじゃあ久々の野戦で信長のいる前でいいところを見せましょう。ただ敵の数も多いな。ただ逆にここで敵を打ち払うことができれば、三好のそのこの後のね、攻勢っていうのをだいぶ防げる。あるいは他の城を攻めた時に三好の援軍がしょぼしょぼで出てきてくれるっていうのはあるのはっていうのはね、あると思うので、ここの野戦できっちり成果を出しましょう。
よし、これで、敵の軍団長ですね、援軍の軍団長を葬ったので、ここから再び攻城戦に移っていきましょう。さっきの戦い、非常に信長の動きがよろしくなかったんですけどね、ただここは信長の力を借りつつ秀吉が頑張ったって感じになりますかね。では帰還しましょう。そしたらですね、お城に行って何はともあれお金を出金しましょう。9000しかないのが、やっぱり戦には金がかかりますからね。表情で、そしたら兵糧売却をしていきましょう。兵糧はまだまだいっぱいあるので、兵糧売却を進めて、で、失った兵の補給という意味では練兵場に行って徴兵しましょう。で、訓練度とかもね、本来上げていきたいんですが、20日かかるのか、ちょっとじゃあ訓練を1回入れて、で、ねね様の膝枕でちょっと癒されましょう。いやー、膝枕とかいいよな。もうしばらく奥さんに膝枕とかしてもらってないからな。出会ってね、2、3年ぐらいまでは結構そういうのもあったんですけどね、もう結婚して3年経ちますけども、そういうのは最近全くない感じにはなってきましたね。お、清正のこの烏帽子の甲冑かっこいいっすよね。さてさて、では表情の場に行って、熊野水軍の軍団が淡路水軍の洲本の砦攻め行っていると。援軍出すなら今、これちょっと援軍出しましょう。洲本は取っておきたい。で、その前に主命伝達ですね。村重には軍資金調達、三好にも軍資、三成は兵糧を売却させて、清正、官兵衛、この辺りは出陣の可能性もあるので残しましょう。で、他の人は修行に派遣でもらいましょう。ここですよね、洲本の砦。ここをじゃあ攻めましょう。兵数は、1万も出せば十分かな。何？命が惜しくばって、こんなところでさ、海賊と戦う、この1万を超える軍勢相手に海賊って攻めてくるかな。こんな無駄なところで兵を失いたくないね。しかも結構な数です。
族と無駄に戦ってですね、戦力をかなり削られてしまいましたが、このまま砦攻めに入りましょう。援軍は要請できないので、このままですね、簡易戦闘に入っていきます。敵が迫ってるってか。軍議を開いて、そしたらここは退却しましょう。ちょっと無駄な出兵になってしまった感じが否めないな。そしたら、お城に行って失った兵の補給を支給しておきましょう。いつ戦に出るか分かりませんからね。徴兵で。そしたら自宅でねね様の膝枕で寝ましょう。その前に表情を開いておきますか。村重は軍資金調達、半兵衛はそのまま軍資金調達。あと人事で昇進できる人がいれば昇進させましょう。では今度こそ寝ます。あとはどこを攻めるかですよね。やっぱ今、洲本の砦で攻めに行くときに、だいぶ戦力をね、失ってしまったっていうのも大きかったので、やっぱり自ら出兵をして、で、信長とかね、大軍団に援軍で来てもらうっていうのが、一番いいかなって感じがしますけどね。そしたら石山本願寺を攻めるか、筒井準慶、準慶を攻めるか、本願寺を攻めるか、どうしようかな。畠山、ここは先に長島城を攻めましょう。長島の一向一揆勢を攻めますか。1000人じゃない、1万人。で、軍馬は500、鉄砲は200、大筒は2門。これでいきましょう。で、援軍は。信長です。信長が来てくれれば、まあ、ほぼ勝ちは固いですからね。お、ちょっと待って。秀吉200とかしかいない。間違えた。1000じゃなくて1万にしなきゃいけないところ1000にしちゃったんだな。間抜けだね、これは。これはしょうがない。さらに援軍を要請しましょう。こんなことになるとは。これは何としても勝ちたいな。数で言うと確実に勝てるんだけど、肝心の秀吉が やられちゃいそうだな。
うわー、間抜けなことしたね、これは。とんでもない失態を演じてしまった。これはすぐさまに出兵しましょう。リベンジ戦だ。1万人よ、1万人。さっき、なんと1000人で出兵しましたからね。それじゃ勝ち目ないですよね、さすがに。せっかく方々に手を尽くしたのにな。おお、信長様はこんな猿のために再び出兵してくれるんでありがたいな。さらに再び援軍を要請しましょう。もちろん。これで長島城を取りましょう。敵の援軍が来てるけど、これは確実に勝てるでしょう。4万の軍勢囲んでますからね。一気に城攻めになだれ込みましょう、再び。敵の数もただ多いな、やっぱり、こうやって見ると。はい、これで再び攻城戦の方に入っていきましょう。もう敵も援軍は来ないかなと思うので、このまま簡易戦闘で囲んでいきます。長島より和議か、城外退去。いや、これは拒否だな。徹底抗戦だ。よし、これで長島城を落としましたね。ちょっと史実と違う順番で攻めていってますが、長島城も落としたので、これで一騎勢が一つ減りましたね。はい、というところでですね、今回はいくつか主に城攻めですね。ちょっと城攻めばっかりだったので、退屈な思いをさせてしまったかもしれないんですが、一応城をいくつか落とすことができましたので、引き続きですね、城を攻めつつ、何度か本能寺の変が起きるように、いろいろね、調整しながら頑張っていきたいなと思いますので、ぜひぜひ皆さんからアドバイス等々いただければ嬉しいなと思います。では、今回はここまでにしたいと思います。
はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。